はい、シロです。今回はですねちょっと古い記事で申し訳ないんですがこれをちょっと取り扱ったっていう理由をですねえあ、ー、げながら最後の方にちょっとそれはお話ししていこうかなと思います、まあ、でもね結構面白い記事なので、えー、また読んできますね「トヨタイオン世界初の FC 移動販売車を活用した事業開始事業開始」ということですね 福島県双葉町、浪江町の復興支援ということで、いまあ、未だにね、やっぱり原発の町っていうのは、復興でちょっと大変なんだろうなっていうところはね、見て、えー、伺えるんですが、イオン東北とトヨタ自動車、福島県双葉町、浪江町の4社は、世界初となる燃料電池 FC 移動販売車を活用した事業を、6月10日より東日本大震災で甚大な深な 被害を受けた双葉町、浪江町で開始すると発表したと。4社は5月31日、特定復興再生拠点区域等における水素燃料電池自動車を活用した移動販売事業に関する基本協定を締結した。これまでイオン東北は福島県浜通り地域の復興を支援するため、2019年7月にイオン浪江店をオープンするなど、買い物環境の整備に取り組んできた。 島水素エネルギー研究フィールドが立地する浪江町をはじめさまざまなパートナーと連携し福島発の水素技術を活用した新たな未来のまちづくりに向けた社会実装の検討を進めているとで今回の協定では参加する2つの自治体と2つの企業が互いに持つ資源やノウハウ等を活用し地域の持続可能性や環境配慮震災からの復興を念頭に置きながら 移動販売事業を実施、買い物環境に困難を感じている町民を支援することで、地域の課題解決や行政サービスの向上等を図り、未来につながる持続可能なまちづくりを実現することを目指すと。具体的な取り組みの一環として、イオン東北が事業主体となり、6月10日より双葉町と浪江町にて特定復興再生拠点区,区域等、 買い物支援の需要が高い地域を対象に移動販売事業を実施すると同事業には水素を燃料とした世界初となる燃料電池移動販売車をトヨタが提供イオン浪江店を拠点とした買い物環境の充実整備を通じて買い物に困難を感じている町民を支援するとともにこれから町に戻ってくる町民や新たに町に移住する人たちが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すと。 いうことですね、まあ、燃料燃車やっぱりトヨタがメインでやってますし本田さんはちょっとまだね撤退気味でどうなのかなというところなんですけどもやっぱりねこのトヨタさん私はね応援していきたいっていう意味があってこの記事をね取り上げたんです。で最近ねあの最近再生可能エネルギーだとか、えー、太陽光発電とかですねメガソーラーっていうものに関して 非常にですね懐疑的な視点を持ったっていうことがあって、えー、それはですねやっぱり今ね巷ですごく有名な参政党ですねそれの話ですで参政党のあの街頭演説を聞くだけでもですねかなりいろんな勉強になるんですが中でもですね武田邦子さんっていう科学者、えー、まあ工学博士とかですねまあいろんな 見識のある方ですけども、その方がやっぱり言ってるので、ね、あの本当にあのメガソーラーっていうのは無駄なものだっていうふうにおっしゃってるんですね。で、なんでかっていろいろ聞くとですね、やっぱりあのやっぱり10年20年ぐらいでダメになってしまう設備ですし、そもそも CO2 をそれほどね削減することができないし、あ作る時点で CO2 をかなり出すのでね。 トータルのことを考えても、なかなか難しいということもあるし、日本ですとメガソーラーっていうのはですね、やっぱり上海電力とか中国の資本をあのベースとしたもので、山を削ったりとかですね、急行電とかにですね、どん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 ,どん作っちゃってるということなんですよね。でこれ、都会にいるとあんまりわからないんですけど地方でね、かなり問題になってるということなんですよね。でやっぱりそういったことをね、やっぱり背景として私が全然知らなかったということで、 今までのこの動画の中ではですねあの、やっぱり絶賛してるところが多かったんですけどあの、いろんなことに気づかされましたね。で、もう一つ、トヨタさんがやっぱりその日本の中でもですね、世界の企業ランキングの中でようやく50位以内に 1, 1社だけ入ってるっていう状況なんですね。で、まあ、技術立国って言われた日本がですね、もうすでに、えー、いろいろなところでですね、もう外資に買われてしまって、 今回もね、東芝、ここ最近のニュースで,ですね、えー、東芝の役員がですねあの、日本人が離脱するっていうことがね、こう新に、新聞の紙面にも大きく出てましたね。ということは、トヨタももう外資にやられてしまあ、東芝ですね、トヨタさんじゃない、東芝さんも外資にやられてしまったということになりますね。で、これが何をす意味するかっていうと、あの日本で就職するときにですね、 日本の会社に就職できないということになってくるんですよね。で、今後あの、日本で働きたい、日本で働く学生の人たちにとってはですね、最悪の事態がどん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 出てきているということなんですよね。で、参政党の方たちが言ってる中では、やっぱり私も衝撃的だったのはですね、あの、やっぱり30年、えー、新卒のね、あの給料が変わってないということなんですよ。20万から21万ぐらいの平均だということなんですよね。 で、アメリカでは2.2倍ぐらい、43万ぐらい、で、スイスに至っては73万ぐらいいってるわけですよ。まあ、日本の3倍以上いってるわけですね。で、この30年でですね、ずーっとやっぱり成長してないっていうことを、これね、街頭演説見た方はいらっしゃると思うんですけど、あの散々言ってるんですね。で、やっぱりそこの問題っていうのは、やっぱりこういったところにつながってくるんだなっていうのがね、よく分かりました。 私もね、何にも分かってなかったですね。で、まあもうこれ撮ってるのが今、7月の7日、今、七夕の日なんですけれども、あと、えー、もう3日しかないですけれどもね、今週の日曜日にはですね、えー、参院選がありまして、その時にですね、やっぱりもう私は、う本当にね、あのー、賛成党一択だなって思います。 もう何人の動画をね、どれだけ見たかっていう感じですし、私も納得してですね、あの、登院に登録させていただきました。今自分にできることっていうのはそれぐらいかなっていうところもあるんですけども、あとはですね、やっぱり一人でも多くの方にですね、まあこういった動画を通してですけれども、 ああのー、まあ、こんなニュースを流しながらね、最後の方に流してるって、卑怯なやり方かもしれませんが、まあ、私はね、まだまだちょっとね、この動画作成というものに注力したいし、参政、まあ、党の動画の中でもですね、削除されたりとか、あのー、567とかね、ちくわに関する話題っていうのはね、もう消されたりとかしてですね、やっぱり YouTube の方でかなり削除されてる部分が多いんですね。でチャンネルによっってはもうやっぱ飛ばされたりとか ね、あのいろいろチャンネル自体をこう消されたりっていうところもまだまだいっぱいあるわけであの私もねこのチャンネルを継続していく上ではそこはちょっとリスク取れないなっていうところなんですけどもとにかくですねあのまあ誰でもいいですよあの参政党の街頭演説をちょっと見てみてください、まあ、それでいろいろねちょっと判断してもらいたいっていうところはありますけども本当ね この参院選が勝負だっていうふうにおっしゃってましたけれども、やっぱりいろんなことのね、知識をまず取り入れるっていう意味では、あの街頭演説見るだけで全然いいと思います。もう本当にいろんな多岐にわたっていろんな日本の問題っていうのがですね、すーっとこう、分かるようになってきてるんですけども、今回の,あの参院選でですね、参政党を応援する人が、まあ、爆発的に増えてるわけですね。私が聞いた時点では、党員数はもう8万人を超えてると。 今年の初めぐらいに1万人ぐらいって言ってたんですよね。で、それがもう8倍ですから、まあ、ここ6月、7月ぐらいで、まあ、街頭演説を繰り返し繰り返しやってるからっていうのもあるかもしれませんけども、相当な勢いで増えてます。で、ほとんどこのネットと、あとね、高齢者の方も結構聞いてるというかね、入り始めてる方多いんですけど、高齢者の方っていうのはインターネットを使ってないですよね。YouTube も見れないし、あのー、地域によってですね、あのインターネットの回線自体が来てないとか、 あのスマホなんかもね見れなかったりするところもあったりするぐらいなのでじゃあどうやって伝わってるかというと口コミなんですよね口コミでどん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 広がってるわけですよで参政党の,あの3つの大きな柱の部分っていうところでは教育1番目がね教育っていうところ、まあ、ここがやっぱり大きいんですけどいろんな情報開示をですねどん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 やってるわけですねでそれがあまりにもすごくて えそんな風になってたんだっていうことをですね毎日毎日知ることが多すぎてですねまあちょっと私もあの脳がパンクするような状況なので、まあ、それを見ながら本当勉強してるっていう感じなんですけどもうんあとはもう一2番目がですね、まあ、その知識を得るっていうところですけどその知識を得る中で2番目のこの食と健康って言ってるところですねここの部分もですねその吉野俊明さんっていう歯医者さん まあ、医療法人なんかをね持ってる、非常にあの、しかもですね、えーこあの、保険を使わない医療ですよね。いわゆる独立した医療機関としてやってる部分があるので、いろんなことをやってる人たちなんですけども、まあ、そこから伝えられるですね、いろいろなそのがんの原因ですとか、病気の原因、あるいは、 うん、そこの話の深さっていうのがですねすごくて知識の部分がすごくていまあ、未だにその治療をやってる方なんですけどもまあまあ闇が深すぎてですねあそんな状況だったのかっていうのはね毎日毎日やっぱりその街頭演説を聞いてるだけでも勉強になるわけですよねでサンセットのすごく素晴らしいところはそういったものを参加しながら 知識として取り入れてさらに自分たちの意見をですね取り入れて国政に反映させていくっていうことなんですよね。で来年は地方議員にそれをどんどんやっていこうっていうふうに動いてますのでこれはですね地方の中でもですねどん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 そういった輪が広がってるんですよね。でそれだけじゃなくて中学生とか小学生とか高校生ですとか若い人たちもですね日本の歴史っていうのがこう教えられてなかった部分がすごく多くて。 それに気づいてですね、どん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 、あ参政党ってすごいこと言ってるなっていうのですね、まあ、TikTok とかあの、YouTube とかですね、どん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 広がってってるっていうところなんですよね。で、中には街頭演説来て、質問してる高校生とか、中学生とか、小学校のお子さんとか、小学校のお子さんなんかね、手紙書いてる人たちもいるぐらいなんですよ。そんな政党ないですよね、いまだにね。だからやっぱり国民運動としてこれがね、広がってきてるので、 まあ、ぜ皆さんね、本当に、あの、一回見るだけでもいいです。賛成党って入れて、YouTube のこの検索窓っていうのがあると思うんですけど、YouTube の検索窓から、賛成党とかね、あと、神谷総平さんって言いましてね、事務局長の方がいらっしゃるんですけど、その方の演説が、割と分かりやすいかなっていうのはあります。あと、吉野敏明さんもいいですし、松田学さんのもいいんですけど、 熱量がね一番こもってるのはやっぱ神谷さんかもしれませんね。やっぱ事務局長っていうのもあるし、この参政党を立ち上げたあの一番主要なメンバーの一人なんですけども、まあすごいですね。うん、これを聞いて、<laughs> まああんまり感じない人っていないとは思うんですけども、本当に何かね、あの自分にこう訴えかけれるものっていうのはすごくあるので。 まあ一度ね、ほんと見ていただきたいなっていうことで、えー、動画を作りました。まああと3日しかないんですけどね、私もね、できる限りのことをちょっとやっていきたいなと思うので、あのー、私もインプットばっかりじゃなくて、アウトプットもね、していかないとまずいなっていうことで、緊急でこの動画を作りました。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。